皆さんこんにちは、キューバです。今日はですね、先日のインスタのストーリーで、皆さんにご質問をさせていただきまして、YouTube のコンテンツで何が見たいですかっていう話を、させていただいたところ、多数ご回答いただきまして、回答いただいた皆さんありがとうございます。そのコンテンツの、内容についてですね、一つずつ、動画を上げていければなと思っております。よろしくお願いいたします。で今日早速ですね、一つ目回答いただいた中から、問い合わせにお答えしたいなと思うんですけれども、今日はですね、僕の好きな、音楽は何ですかという、内容についてお答えしたいと思います。興味ない方からしたら全く興味のない内容かと思うんですけれども、最後までお付き合いいただければと思っております。結論から申し上げて、僕はロックの、エモというジャンルが、好きです。エモいっていう今若者言葉あると思うんですけど、あれの語源になった音楽のジャンルですね。もともとエモーショナルっていう哀愁があるとか悲しげなっていう意味の単語があるんですけど、その名の通りの、音楽性です。ちょっとこうメロディーが悲しげでちょっと儚い感じの、音楽ですね。ただぐだぐだ文章で説明してても分かりづらいと思うので、僕の好きな、エモのバンドをですね、3つ挙げてご紹介したいと思います。1つ目はですね、オーシャンレーンというバンドですね。日本のバンドなんですけれども、ボーカルとギターの方が、アメリカとイギリスに、ルーツを持つという、ハーフとクォーターの方で、構成されたバンドです。なので非常にネイティブな、英語を、歌われるバンドさんなんですけれども、全体的な印象としてはめちゃくちゃ爽やかですね。で、結構日本人離れした、メロディアスな、楽曲を作っていらっしゃる、バンドさんです。ファーストアルバムの、エバーラスティングシーンっていう、アルバムがあるんですけれども、ご興味ある方はそちらを聴いていただければなと思います。二つ目、ジャックスマネキンというバンドです。ジャックスマネキンはアメリカのバンドですね。で、元々ですね、ポップパンクっていう、ジャンルがあるんですけど、パンクの結構キャッチーなバージョンみたいな、そこ上がりの方が、フロントマンとして参加しているバンドなので、非常に、キャッチーなメロディーが多いです。で、そこにちょっとこう悲しげで儚い感じが入ってくるような、バンドさんで、すごく聞きやすいと思いますね。なので、めちゃくちゃおすすめです。アルバムはこちらのバンドさんのファーストの、Everything in Transit っていうアルバムがあるので、ご興味ある方はそちらを聴いていただければなと思います。で、最後、アメリカンフットボールっていうバンドですね。僕が一番好きな、アーティストさんなんですけれども、こちらもアメリカのバンドです。で、1999年にデビューして、で、その後1年で解散というか、活動休止。したバンドさんです。で、その時に1枚だけ出したアルバムがずっと売れ続けてるっていう、ちょっとこう伝説系バンドなんですけど、最近復活したのかな。で、楽曲としては、ボーカルがちょっと少なめですね。ただ僕はあんま歌詞聞かないんですよ。興味ないというか、こんなこと言ったら歌好きな人とか歌詞好きな人に怒られると思うんですけど、本当にメロディーにしかあんま興味がなくて、音しか聞いてないんですよね。で、その音がすごく綺麗な、バンドさんです。ギターで言うアルペジオっていうフレーズがあるんですけど、それを多用してて、ギターって結構ロックな、ジャカジャカしたイメージがあるんですけど、そういう感じよりも、すごく綺麗な、メロディーを、奏でられているバンドさんです。こちらのアーティストさんも、ファーストアルバムの、アメリカンフットボールっていう、バンド名がついたアルバムがあるんですが、そちらがおすすめです。ぜひご興味ある方は聴いていただければなと思います。以上、僕の音楽の趣味をちょっと簡単にざっくり説明させていただきました。またご興味ある方はですね、またコロナ落ち着いて店頭に、ご来店いただけるタイミングがあれば、そういったお話もできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあ今日はこの辺りで。皆さんさようなら。